憧れの昭和の先生。なに？パンを加えて遅刻しただと？いやバッカモン、パンだけじゃ栄養が偏るだろうが、サラダと牛乳も口に加えなさい。パンを加えて遅刻するやつは鶏小屋を掃除しなさい。昭和だったらこんな感じだったな。